カナダドライのアンバサダーである僕、竹内涼真が各界で輝き続けている著名人にインタビュー、ライフスタイルや本来の自分らしくいられる時間など幅広く聞き出し、カナダドライジンジャーエールとともにさらなる輝きの秘密を探っていきます。ゲストはサッカー界のレジェンド澤穂希さんです。僕のこと覚えてますか？いや、覚えてます。覚えてますか？覚えてます。で、もで、あれかな、その一回仕事でもご一緒して。そうですね。乾杯しますか？あ、はい、はい、乾杯、乾杯お願いします。お願いします。いただきます。うまい。おいしい。まあ、現役時代、澤さんは、これが大変だったなとか、これが一番現役時代苦労したなっていうことってあるのかなと思って。まあ、苦労したというか、でも怪我との戦いだったりとか、まあ、サッカー選手はそうですよね、うん、だからそこで澤さんキャプテンでしたもんね。そのワールドカップ2011年の時はキャプテンも。そうですよね、はい、だから自分のコンディションプラス、うん、チームのことも結果的にというか、みんなあの時は本当にワールドカップ優勝っていう目標がみんな同じ、そのゴールっていうのもあったし、あとでもみんながこうそのなんだろう、決勝トーナメント進んでいくうちに、みんながなんかすごく顔になんか余裕、なんかなんだろう、リラックスしてるっていうか、面白いですね、こわばってるというか、みんなすごいいい意味で自信を持ってなんかやってて、プレッシャーというよりは、もっと前向きな気持ちで前向きにできたし、で逆にアメリカの方が何度もチャンピオンになってるし、そうですね、負けられない、しかも日本って今までそのワールドカップの決勝も行ったことない相手に負けられない。そう、でもうちらはもう本当になんか佐々木監督もそうだけど、最後楽しんでっていう感じだったし、そうですね、明るかったですよね、なんかみんななんかっていう感じじゃなかったんで、だからそれも良かったのかなと思う。ボールは蹴ります。え、あのそれがもうあの現役引退して一回向けてなくて。あ、そうなんですか。で本当にやりきったから現役を、だからもうサッカーがやりたいっていう気持ちにもならないし、見たりはするんだけど、自分がもうよくやってたなと思って。そうですか、じゃ今もうじゃあ生活してる中で、まあ、これが一番大事だなっていうのはやっぱ子育てですか。子育てかな。それが中心ですよね。でも子供が寝てる間とか、そのちょっと子育てちょっとだけ休、ね、休める時にお風呂に浸かったりとか、もう本当に普通のことなんですけど、それが今普通にほら自分のペースでできなかったりすることが多いから、まあ、買い物行ったりとか、そういう友達とご飯食べたりっていうのが今一番あのリラックスっていうかオンオフ。でもそれがあるからこそ子育てにも一生懸命 100% でできるし、うんでまあ、子育て 100% やったらやっぱちょっと自分に息抜きでそういうちょっとしたことだけどっていうのが、まあ、今の自分なんかご褒美かなっていうのは、うん